今日は県内で新たに28人が新型コロナウイルスに感染し、1人が死亡したことが分かりました。静岡市は清水庁舎に勤務する男性職員1人の感染を発表しました。新たな感染者を自治体別に見ますと、静岡市が13人、磐田市が5人、浜松市、袋井市、菊川市がそれぞれ2人などとなっています。浜松市では医療機関で患者1人の死亡が確認されています。静岡市は清水庁舎に勤務する農業政策課の男性職員が感染したと発表しました。感染した男性職員は主にデスクワークで、今回濃厚接触者と認められた同じ課に勤務する4人の市職員も含め、市民と接する窓口業務は担当していないということです。また静岡市では学校クラスターで新たに1人の陽性が判明し、このクラスターの感染者は合わせて15人となりました。